ティモシー・ショーン・タフェルは、アメリカ合衆国、コネチカット州、フェアフィールド軍グ,グリニッジ出身の元プロ野球選手。宇藤右打ち。ウチ。1978年の MLB ドラフト16巡目で、ミルウォーキー・ブルワーズから指名されるが、入団せず、翌1979年の MLB ドラフトでも3巡目で、シカゴ・ホワイトソックスから指名されるが、またも入団を拒否した。 三度目のドラフトとなった1980年の MLB ドラフトでは二巡目でミネソタツインズから指名されようやくプロ入り。1980年後半から1982年途中までは AA 級オーランドツインズでプレーしトリプル A 級トレド・マッド・ヘンズに昇格。1983年には打率323.27本塁打100打点の活躍で メジャーの登録枠が40人に増える9月にメジャーに昇格し、9月3日にメジャー初出場を果たす。いきなり打ちまくり、特に9月16日の試合では2本塁打を含む5、打数5安打の活躍。翌1984年は157試合に出場し、打率26。262.14本塁打、61打点を記録するが、 この年がほとんどキャリア杯の成績となった。1985年も138試合に出場するが、守備面の不安もあり、この年限りで、ビリー・ビーンら3選手とのトレードで、ニューヨーク・メッツへ移籍。メッツでは、ウォーリー・バックマンとのツープラトンとなり、主に左投手先発の試合のみの起用となった。6月上旬までは、 打率2割2分前後の不振にあえいでいたが、6月10日のフィリーズ戦では、延長11回の熱戦に終止符を打つ代打、サヨナラ満塁本塁打を放つ。7月19日には、遠征先のヒューストンで、チームメイトのロン・ダーリング、ボブ・オヘイダ、リック・アギレラと共に、バーで、非番警官と喧嘩して逮捕されるという、事件も起こした。この年、最終的な打率は、 247に終わったが、一発長打もある打撃で、チームの地区優勝に貢献。チームは、ボストンレッドソックスとのワールドシリーズに進出。しかし、その第一戦では、タフェルのタイムリーエラーによって0から1で、敗戦と大事な場面で、守備面の課題を露呈してしまった。第五戦では、タイムリーヒットを打つがチームは敗戦し、2勝3敗と追い込まれた。 最終的にメッツが第6戦、第7戦に勝ち、ワールドチャンピオンにはなったが、少し心残りのシリーズとなった。1987年は97試合の出場で、打率308を記録し、出塁率398、超打率545と高成績を残した。1988年は2割前後の低打率で、故障もあり、 不本意な成績に終わる。チームは、地区優勝を果たすが、シーズン終盤に、メジャー昇格したグレッグ・ジェフリーズに追い出される形で、リーグチャンピオンシップシリーズには1試合しか出番がなく、翌1989年には、衰えの目立つベテランキース・ヘルナンデスとの併用で一塁での、起用も多くなった。1990年は80試合の出場に終わり、 1991年は開幕から打率。118の大不振で5月31日にギャリー・テンプルトンとのトレードでサンディエゴ・パドレスへ移籍。パドレスでは2類の他に3類手でも起用され、メッツ時代の後半よりも出場機会は増えたが1992年までは2割2部隊の低打率に終わる。1993年4月14日には、 自身二度目の5打数5アンダーを記録するが、シーズン打率は、250。この年チームは101敗を喫し、若返りを図る方針で解雇され、そのまま現役を引退した。引退後、2001年と2002年は、メッツ参加のマイナーで巡回インストラクターを務め、2003年には、A、A-9 ブルックリンサイクロンズで監督を務める。2004年と2005年は、 A 級セントルーシーメッツの監督を務める。一年置いて2007年1月11日に A 級サバンナサンドナッツの監督に就任したのを皮切りに2011年までメッツ参加の球団で監督を歴任。2012年から2016年までメッツで三類コーチを務めた。ありがとうございます。